最後は東京都三宅島に伝わる三宅島太鼓です。夏祭りの中でみこしを生やすための太鼓として叩かれています。はじめに叩く太鼓とは木遣り歌という歌は、みこしが練り歩くことを知らせるものです。太鼓を横にしてその両面を腰を落とした姿勢のまま全身を使って打ち抜きます。それではご覧ください。